お疲れです。あ、びっくりした。ニキ。お疲れです。久しぶり。久しぶりです。久しぶり。久しぶり。あれ、ね、これでもこれ。チュートリアルやったよ。チュートリアルを全部やった。うん。え、全部じゃないけど。まあ全部長いからね。うん。最初のやつやったよ。最初のやつってどこや。なんか、え、わかんないけど、なんか初心者みたいなやつ。初心者みたいなやつ。そう、やったよ。どこまでかな。初心者のやつやったよ。基本操作できたみたいな感じ。うん。オッケー。うん。うん。え、もう格ゲーはもう本当の初めて。パパがストリートファイター大好き、うん、あ、そうなんや、へー、そう、で、うん、パパがやってるから、うん、まあちょっとやるかって言って、鉄拳はやったことある。ストリートファイター大好きで、うん、で、鉄拳やってたんや、鉄拳やった、お、鉄拳はやったことある。なるほど、なるほど。でもなんか鉄拳と違かった。あ、全然違うね、操作方法が。あ、そうだね。だから、ま、わかんない。あ、そうだね。そう、ストリートファイター5も、うん、ちょっと見たことある。ああ、オッケーオッケー。じゃあルールはわかるみたいな。ルールはわかる。ああ、オッケーオッケーオッケー。か、そう、ベガって結構近づかなきゃいけないのに、自分で、うん、こうやって相手に。でそれ結構このゲームむずくて、あ、自分でこのこうやって歩いて近づけるの結構むずいんやけど、うん、ブランカはもうローリングアタックで一気に近づけるから、うん、簡単に相手に攻撃できるっていう、どの画面、どのそのところからでも。確かにギューンっていけるもんな。そう、これがめっちゃ強いのと、あとまあ攻め、その相手攻めたい時にジャンプしてこれをひたすらやるっていうのがもう本当に強いから。あ、まあ、むかつく、後ろになっちゃう。そう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 。あ、だからまあダメージをすごい、しかもダメージ高いから簡単にダメージ取れる。あ、マジで、じゃあ初心者おすすめって感じだ。そう、あー、なるほど。うわ、どうしようどうしよう、めっちゃ迷う、どっちやるか。うわ、どうしよう。一応、うん、まあ今のバージョンの話になっちゃうけど、うん、ベガの方が強いね。え、でもさ、うん、そういうキャラってさ、おお、弱体化されるじゃん。なんかそういうのはなんか大人なんだな、そういうとこは。そういうの分かってんだよ、バロー。そういうとこはちゃんと嫌な大人だな。嫌な子供だな、ちゃんとしてんだな、そういうとこは。子供じゃないし。あ、そう。ちゃんとしてんだな。それはちょっと、だってさ、今さ、例えば我が輩がさ、ベガめっちゃ、うわ、ベガだってやってたのにさ、急にさ、ベガがさ、ナークしまーすってなったらさ、やめるよ。いや、そんなに極端には良くならないと思うんだけども。やめるよ。おー。むずっ。難しいよ。まぁ、あ、ちょっとむずい。ちょっとむずいこと。あ、でもできてるの。あれ、うまいね。かなり。え、ほんと？うん。え、マジで？うまいと思うわ。もうすぐこれできてるんだったら。え？才能ある？うん、いや、いいと思う。才能あるわ。え？うん、マジで、うん？初めてゲームで才能あるって言われた。いや、でもすぐこれできるのはうまいけどね。え？うん、マジで？ジャンプ攻撃もすぐできたし。あとラプさんもちょっと一回コマンドやってみようか。コマンド？初日でちょっとあれですけど、その音ゲープレイヤーというのを見込んで。ああ。下から下ワンピーってやってるのか。下、うん、下下右と下、下から下右、下右で、その後にね、そこで一瞬同乗しなきゃいけない、ね、下、うん、下と右同乗し、下離して右、うん、はあ、はあ、下、わかんないですけど、下、下、下右、同乗し、同乗し、同乗し、下離す、下右、下右、簡単に言うと下、右、下、右、右、右、そう、それを、あ、できた、できた、できた、それを素早く、それを素早く、そう、え、下、そう、右、あ、そう、で、で、そう、で、で、弱、で、弱、弱小強、何でもいいけど、下、右、あ、惜しい、あ、できた、はい、できた、できるんよ。え、なにこれ。いや、ブラナフさんもできるよ。なんでできんの、なんでできんの、逆に。いや、俺はもうそのできると思ったから教えたい。できるよ。なんで、もう難しい。じゃあ行こうか、やってみる。ランクこれどこからランクに行くの。よし、行くぞ。で、これコンピューターです、1戦目は。あ、これコンピューター。あ、髪切る。え、もう連打で勝てるやん。え、なにこいつ、ちゃんとなんかやってくるだけど。まあ、コンピューターレベル5だ。お、いいですね、いい足ですね。あ、やばい、対抗だね。はい、オッケー。
あ、そう、はい、OK、やったー、勝った、勝った、いや、AI には負けませんわ。そう、あ、優勝してたやつ見た。高木はブランカでレジェンドだからね。レジェンドってめっちゃ強いってこと？めっちゃ強い。高木もスト6から本格的に始めて、ブランカで最初モダン使ってて、うん、で途中からクラシックに変えてみたいな、うん、おー、感じだね。あ、いいよ、買い物クラシックにする。クラシックあれでしょ、なんか強いんでしょ。クラシックの方がブランカは強いね、うん、ええー、まあ、あのモダンからクラシックの移行もブランカなら結構やりやすい。ああ、マジで。じゃあ初心者向けだ。モダンはね、最初は、まあ、モダンがめっちゃいいんやけど。わかった。あ、スタートボタン で参加する。これ OK。 誰だこいつ。マロンだ。名前が可愛い。まあ、これコンピューター戦です。これもコンピューターなの？どうなんだ。あー、違う。え、に、人間？人間来た。やべ、緊張してきた。初人間。頑張れ。初人間だ。初人間、頑張れ。必殺2。必殺2出されたらこっちも必殺2。必殺2出す。あと、で、当然、あの、あれ。よし、あとでこー。あ、違う。もっと連打。できなかった。もっと連打。わかった。ちくよ、これでも。あ、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。うわー。なんやそれ。あ、いいよ、やめて。うぇー。うぇー、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 やった、やった。あ、やばい、煽り出した、こいつ。勝手に、わかやってません。何もしてない。やばい、ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。はい、そうそうそう。止めてくるから。あ、もう、やっとね、連打、連打でいい。ゲージあるときは連打でいい。うん。はい、そうそうそう。ズン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 。あー、できなかった。はい、オッケー。あ、なんか出た。オッケー。なんか出た。イエーイ。いやー、コットコットコット。いい感じ、いい感じ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。攻められたら必殺2出すと結構いい。あ、そっか。うん、いいね、いいね。あ、痛い、やめて。いやー、はい、いいですね。やったー。あ、オッケー。イエーイ。いける、いける。お、テディーボガードですね。あ、こいつ見たことあるぞ。パパが使ってた。パパめっちゃ好きやん。新キャラ使ってるやん、パパ。ちゃんと。あ、テリー、あ、こいつじゃないかも。なんか金髪のやつ。あ、それ剣だね。あ、剣か。テリー、こいつ新キャラ？これ新キャラ。これね、3日ぐらい前に出たけど。うん、めっちゃ最新じゃん。おいよ。はい。あー、ここインパクト返し。インパクト返し。あー、忘れてたー。そうそうそう。今みたいな感じで、うん。アシストコンボ行った時に結構やっぱインパクト打ってくるから、あれを見たら、こっちも今押せるとめっちゃいい。あ、そっか。必殺技に。あの虹色か。虹色かな、赤かな。必殺技に。必殺技2をすぐ押す。お前。うわ。うん。やったー。完璧ですね。おー、やったやったー。今はめっちゃ良かった。あのジャンプ攻撃の打点が良かった。実際。じゃあ。あ、これいいね。インパクト必殺技に。あれ、あれ飛ばずに。あ、そうだ、飛ばないで。よかったんだ。はい、オッケー。忘れてた。バンバンバン。あ、それやめて。はい、来た。ほらー。オッケー。いや、やったー。勝った、勝った、勝った、勝った。よし、あと2戦、あと2戦で認定戦終わり。何になるかな、これ。結構勝ってんだ、これ。シルバーとか慣れちゃう。シルバーいっちゃうかもな、これ。つないけ、つだ。つないけ。つないけます。あ、オッケー、オッケー。つだ、つだ、反対反対、そう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 、まそうそうそう、あ、やめて、ああ、ズザーで、あの飛び道具、あのなんか遠くから飛ばしてくるやん、なんか弾みたいなやつ、あれ抜けれんの、アイアンだ、お、アイアン、オッケー、オッケー、アイアン、ズザーで抜けれんのよ、ズザーで、ああ、あの避けながら攻撃できる、ちょっとね、最後にあのさっき攻められちゃってたやん、バーって、ちょっとあれの対処法をちょっと教えます、え、知りたい。うん、やばい。ここで、そう、あ、そんな感じ、そんな感じ。いくよ。お、やばい。あ、そうです、そうです、そうです。そう。お、これ、ちゃんとガードして、これ。それを、あの、起き上がった瞬間に、出すと。そう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 。これやると、返せる。これ、リバーサルって言うんだけど、相手の、起き上がった瞬間に出すと、こうやって。おぉ。これやってれば、まあ、さっきのエドの人とかはもう延々この、こういう感じでやってきてんけど、うん。これ出せたら返せた。うん。ああ、わかった。ああ、うん、全然、へえ、わかった。
こんな感じかな、うん、今日は。わかった、うん、ありがとう、うん、あとはまあちょっとやっていってまたなんかうん、やりましょう。わかった、うん、もうね強くなったら言うわ。うん、オッケーオッケー。ブランカ教えてもらうわ、高木に。うん、高木はもうブランカのことを全て知ってるから。本当？ブランカの全てを知る男やから、彼は。わかった、うん、じゃあそれを信じて行くわ、うん、しかも高木教えてくれって。しかも高木教えるのうまいから、うん、え、そうなの？高木ってあの最近まで初心者やってんけど、うまくなったタイプだから、うんうんうん、なんかその初心者の、え、初心者なの？初心者やってんけどやり込みすぎて、うん、上手くなってるから、うんうんうん、その初心者の頃のことちゃんと覚えてるの、自分が最近は初心者だから。あー、確かにこういうとこ分かんなかったよなみたいなの、こういうとこ難しいよねっていうのちゃんと覚えてるから、だから教えるの上手いから、うんうん、すごいいいと思う。うんうんうん、分かった、教えてもらうわ。うん、ありがとう。はいはい、ほな、まあ、ミキありがとう。はいはい、なんかあったら、うん、またね。はい、お疲れさん。はい、バイバイ。はい、ありがとう。うん、でもなんかかなり意欲的な感じで良かったですね。まあ、ブランカ選んだのも良かったね。結果的に良かったと思う。まあ、ベガーでも良かったんけど、まあ、ブランカの方がやっぱりだいぶ使いやすいから。うん。まあ、ブランカでまず一旦慣れる。ゲーム自体慣れちゃうっていうのはめっちゃいいね。ブランカ使い続けてもいいし、まあ、キャラ変えても全然いいから。でもブランカはやっぱね、そう、使ってる人が多いっていうのが、その被っちゃうっていう面もあんねんけど、逆に言うとその、教えてもらえる人が多いっていうのがあって、まあ、それこそ高木とか教えてもらえるやん。それめっちゃメリットとしてでかくて、それはすごいいいと思う。うん、その、なんていうかな、教材がめっちゃある、ブランカは。ああ、フード研究所って確かに闇の教材もあるしな。闇の書もあるから。うん。まあ、いろんなその、教材がネットにやっぱ転がってるんで、しゃがむのやりたいですよね。マジで闇の人やな、そう考えると。しゃがむことだけ教えるっていう。そう考えるとほぼ終わってんな、あれ。楽しいですよね、とか言って。まあでもそこはまあ勝ちたいって言われたからそう教えたっていうね。うん。それは正しいよね。確かに勝ちたいって言われたらもう本当に最適なことだけ教えるよね。まあでも、それは、そうそう。本人と、まあ相談した結果っていう話ですか。お互い合意のもと、そういう関係ですから。